どうも、はじめです。さあ本日なんですけど、こちらインサ360Ace Pro、 これを使ってちょっとバイク乗っちゃってサーフィンしちゃってみたいな映像をお届けしちゃおうと思います。で、私いつもね、海で撮影するときはこういう、ね、フロート、アクションカメラにつけて撮影しています。ちゃんと見て、インサ360Ace Pro 用に作られております。これを使って今からサーフィンしていきたいと思います。いや、波がないですね。いや、午前中はね結構良かったんですけどね、ちょっと夕方になって風が入ってきて、なんかいまいちですね。でもまあできそうなんで、ちょっと入っていきたいと思います。てかさ、今モニターで見てる感じめちゃめちゃ映像綺麗なんですけど、この週末の夕方、この海に来ると最高よ。もう来週から頑張ろうって気になっちゃう。California, live the life. 日も暮れてだいぶ暗くなってきてるんですけど、こう分かります？ピュアビデオモードってやつ今撮ってるんですけど、めっちゃ綺麗じゃない？全然ノイズ走ってなくて、やばい綺麗なんですけど、すごいなこれ。
さあ、というわけでインナンダウトにやってきました。くぅ、腹減った。中行こう。あー、いい匂い。めちゃめちゃいい匂いだ。はい。さあ、というわけでやってまいりました。これが食いたかったのよ。このサーフィンの後、最高なのよね。もういつでもベスト、オールウェイズベスト。あ、チーズ最高。いただきます。なんだろうね、この美味しさ。やばいよね。でね、このインナーの後のスプレッド出して、やばいっす。疲れが吹っ飛ぶよね。めちゃめちゃうまいわ。やっぱね、この作りたてがうまい。まあ、持ち帰ってね、家でゆっくり食ってもいいんですけど、この熱々出来たてを店内で食うのがやっぱ一番うまい。まあ、ビールと一緒に食うのもいいけどね。California, live your life. さあ、というわけでですね、本日はこちら、Insta360 Ace Pro で基本全部撮影させていただきました。こいつはすごいです。まあ、今までね、基本的に GoPro を使ってアクションカメラで撮影してたんですけど、まあ、こっちかなっていう気がしてきました。いや、マジですごいのが、これ AI によってその画像処理を適切な状態にしてくれてるんですよ。で、特にあのピュアビデオモード、あのバイクで暗いところ走ってる映像あったじゃないですか。あれほとんどノイズなくて、まあ、多少はあるんですけど、めっちゃ綺麗に色出てると思うんですよ。基本アクションカメラって、まあ、昼、外でとか、海の中でとか山の中でとか、まあ、そういう使い方をするんですけど、やっぱね、暗くなるとちょっとあんま使いどころがないというか、もうしょうがなく使うみたいな、そういうとこがあったんですけど、これは夜でもめっちゃ使える。そこがね、すごいっすわ。うん。で、画質もめちゃめちゃいいんですよ。で、これ見てください。ここ見て。ライカのレンズ使っております。くぅ。あのライカさんと共同開発したみたいで、マジで映像綺麗。で、センサーサイズが 1.3 分の1サイズかな。これって、めちゃめちゃ画質がいいってことです。でね、GoPro と違うとこが、GoPro って、まあ、全面モニター、ここに、あの、映像が映ってるんですけど、これはフリップ式で、背面モニターがこう来て、で、まあ、自撮りするときとか、上を見ながら、撮影できるっていうね、感じになっております。あと、スタビライザー、あの、手ブレ補正もだいぶ優秀だし、プロレス撮影も対応していて、まあ、プロ仕様というか、まあ、一般の方も使えるし、プロの方、映像のプロの方も、使うことができるっていう感じですかね。で、あと、Insta360 さんから、いろんなアクセサリーをね、今回一緒に送ってもらいました。これによっても撮影の幅が全然違う。まずはこちらですね。Insta360 とビギーテックのコラボ商品なんですけど、まあ、ミニ三脚ですね。こうやって自撮りもできるし、こうやって立たせて撮影することもできるし、ちょっと緩めれば、こんな感じで。おぉ。こんな感じで遠くからも自撮りできる。これめっちゃいい商品なんですよね。で、今ね、こちら Vlog 仕様になっております。これがですね、マイクアダプターがついていて、で、これさ、なんなの？こいつになんかフォーカス当たってるよね。お前もこんなことあったな。Vlog 撮影仕様にしております。これね、どうなってるかっていうと、まずマイクアダプターが付けられています。で、そのケーブルつなげて、こうワイヤレスマイクつけてる。これね、どうやってマウントしてるかっていうと、ここまず外します。ここまず外すことによって、はい。これが、クイックリリースプレート。これつけてますね。で、このクイックリリースプレートっていうのは、あの、Insta360 Ace Pro についてくる、この、マウント。これがね、普通のマウントなんですけど、これとはまた別売りで買ってください。で、ここの下に、ホールドシューマウントっていうんですかね。これが、この下にくっつくようになってるんですよ。カチッと。こんな感じで。
でこの上にカメラを載せると、そうするとこういうコール収マイクとかワイヤレスマイクとかがつくようになりますっていう仕様ですね。これすげえ便利ですよ。ここでつけて、あ、じゃあちょっと違うところにはめたいなっつったらカチッと外れるんで外して別のところにつけるっていう感じかな。でね、あと1個マウント送ってもらったんですよ。これがテレシンのネックマウントなんですよね。でこれこうやってつけれるやつなんですけど、これねすげえ頑丈。今まで使ってたネックマウントって10ドルしないぐらいのめっちゃチャチいやつだったんですけど、これねむちゃくちゃしっかりしてて、さらにこれ回したら簡単に取れるみたいなね、そういう仕様になってるんですよ。でこれ設置しとくじゃないですか、このノーマルマウント。そしたら、ね、さっき外したこのエースプロをこうやってカチッとつけることができて、こんな感じで首につけて、まあ、撮影することができるという感じですね。これめちゃめちゃいいよ本当に。これさ普通にこうやってなんかこういう感じで撮影もできるし、手で持ってこういうこともできるし、なんかすげえ使い勝手が良さそう。まあ、これもねめちゃめちゃいいんですけど、これの可能性はなんかすげえ大いに感じてます。これテレシンの、ネックマウントですね。これもインスタ36のオフィシャルショップで売ってるんで、ぜひチェックしてみてください。あとはですね、バイクの撮影で使ったこのバイクマウント、これもねすごいいいですよ。バイクに簡単に設置できるし、なんか取り外しも楽で全然落ちない。これもねすげえおすすめ。あとはねサーフィンの撮影の時使ったこのフローターですね。あとこちらヘルメット芯マウントですね。これもガチッとして結構いい感じでした。であとね面白い機能がいろいろあって、クラリティズームっていうのがあるんですよ。で撮影します、でここをダブルタップするとこれ2倍の画角で録画してくれます。でこうやって戻すと元に戻るみたいな。これ画面が2倍になってるんじゃなくて映像が2倍になってるんですよね。これすごいなと思って。これねジェスチャー操作ってのがあって、これ面白いんですよ。結構いきますよ、これパーすると録画が始まります。でもう一回パー、録画が終わる。でこれピースするとカメラモードになって写真撮ってくれます。これすごいよね。あとね動画の一時停止ボタンってあるんですよ。これ今こう停止ボタンあるじゃないですか、これ押します。そうすると動画が一時停止して、でもう一回押すと動画再開します。これが一つのファイルになってるんで、こう撮影しながら、あ、ここいらねえなーって時はピッて止めて、でもう一回ピッて押すとまた始まる。でそれが動画一つになってるんで、まあそのファイルの容量の節約っていうか、まあ、そんな感じになるんですよね。あともう一個あるんですけど、これ今撮影しますね。でこうおじさん映ってるじゃないですか、ここに。あ、おじさん映ってんなーつって、でこれもう長押しするんですよ、ここ。そうするとディレートします。あ、この映像いらねえなってなって、こう長押しするとこの動画が削除されるみたいな。なんかすごい使い勝手が良くなってるというか、まあ、いろんな機能はあるんですけど慣れてしまえばめちゃめちゃ使えるなと思って。1個だけ、まあ文句じゃないですけど、これね僕だけの限定の問題だとは思うんですよ、うん、普通の人はあんまり関係ないところなんですけど、これクイックキャプチャーってあるじゃないですか。まあアクションカメラ基本的にあるんですけど、この電源を消した状態からスタートボタンを押したらカメラが起動して、映像が録画始まる、ね、レコーディング始まりましたね。でもう一回このスタートボタンを押すと映像録画終わって、でカメラが電源が落ちるはずなんですけど、ここ見てください。ここなんか触ったら今の状態で起動してますよっていうすごい、ね、親切な機能なんですけど、これがあることによってサーフィンしてるとき画面出してるじゃないですか。この画面ってその水とかに反応しちゃうんですよね。波に反応しちゃって、画面が落ちてほしいのにそのまま起動してしまって、なんか水がこうバシャバシャ当たることによってなんか変なボタンを押しちゃって、なんか画面が2倍になってたりとか、なんかこのアクションのボタンを押してこれが、ちょっとワイドだったのがすごいナローになってみたいなことが何度かあったんですよね。ここだけファームウェアアップデートで改善してほしいなと思った点でした。これはでもサーフィンの撮影する人ぐらいなんで、あんまり重要ではないんですけど、もう文句が言うとしたらそれぐらいです。それ以外は
めちゃめちゃいい。某 GoPro? 某 GoPro 超えたかもしれん。今まで GoPro 使ってましたけど、これに変えると思います。マジで。さっきのところ以外ですね。さっきのところがね、僕にとっては結構クリティカルなところだったんですけど、それ以外はもう多分 GoPro よりいいなと思って、乗り換えさせていただきます。まあ、こういうね、ちゃんとフロートもついてるのが嬉しかったです。こういうのって結構出てから、立ってから出るみたいなね感じで、まあ、こういうのないんだろうなと思ってたら、調べたら、あ、これもあるやん。普通に俺の撮影に全然使えるやんみたいな。で、どういう人がね、これ欲しいのかなと思ったら、やっぱり、まあ、アクションカメラを気軽に使いたい。でも、気軽に使いたいけど、高画質で、いい色、いい画質でアクションカメラ撮りたいなって人は、マジでこれに映った方がいいと思う。特に夜ね、あれはすごかったわ。あと、ごめん、途中で言い忘れたけど、サーフィンの映像の途中で、なんかちょっと AI の映像みたいなやつ出てきたじゃないですか。AI 処理された映像。あれも、アプリに、撮った映像を入れて、それ AI 処理みたいな、そういうことすることによって、ああいう画像、映像も出てくるんですよ。で、結構面白いんで、SNS とかで、投稿するとね、いいかもしれないです。というわけで本日は、Insta360Ace Pro のご紹介をさせていただきました。マジでおすすめ。気になる方、概要欄に URL 貼っておくんで、ぜひぜひチェックしてみてください。Insta360、マジでこれおすすめです。はい、というわけで本日は以上となります。ありがとうございました。この動画良かったね。いいね。それいいよって人はぜひね、グッドボタンよろしくお願いします。最高。それ最高だねって人はもうグッドボタン押しちゃう。チャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあね。バイバイ。Thank you for watching. Make sure to hit that subscribe button. Follow Pajime on Twitter and Instagram. And we hope to see you back again soon. それではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあね。